海姉でーす。はい。激しい。皆様、今日でなんと今年最後の動画となっております。ああ、1年早いよね。もうなんかこの1年間まあいろいろあったし、まあ最後の動画はやっぱり私といえばお話、雑談かなと思って、ゆるく今年最後の動画を締めようと思います。ということで、今年最後のばあさん、スタ丼並盛り肉増し唐揚げ大盛りです。もうあれだね、部活生みたいな部活の高校生みたいなちょっと食べ物なんですけど、私実はこういう食べ物が一番大好きなんですよ。まあということで、今年のあれからをいろいろ話しながら、まあご飯食べていこうと思います。いただきます。みんな年末はどうやって過ごしますか？まあ帰省してる人もいると思うし、去年よりさ、なんか今年の方がまだちょっと緩いっていうか、まだコロナとかの影響全然あるけど、新種の株とかさ出てきたし怖いけど、なんか多分帰省してる人多い気がする、今年の方がね。で、私もなんか実家っていう実家がなんか特になくて、だから毎年特に実家に帰るとか置いたん時とかもなくて、で今年も去年もそうなんだけど、帰省はせず東京の我が家で過ごします。まあたけちゃんもお家におるんやけど、たけちゃん帰省する？あ、せんな。しないよな。うん、我が家で過ごすよね。うん、でプラスここにキリをまたこの間クリスマスもキリが彼氏もいずに一人ぼっちなので、それはかわいそうじゃん。だから3人でね、クリスマスパーティーを我が家でしました。楽しかったな。楽しかった。3人でクリスマスプレゼントを交換したんやけど、たけちゃんが用意したのは白の香りグッズと か、 なんか洗顔とか2万円分寄せ集めたものたちで、キリは加湿器を用意してて、私はキリとたけちゃんの共通してよく目が疲れるって言ってるから、なんか2万円くらいのあったかくなるようなね、アイマスクじゃないけどなんかこう目につける機械みたいな、でなんかね Bluetooth で音楽も聴けるようななんかやつを送りました。たけちゃんのやつが私に届いて、私のやつがキリに届いて、キリのやつがたけちゃんに届いた。白がね本当にめちゃめちゃセンスのいいギフトボックスになってて、すごくね、プレゼント交換で2万円分って言って白のアイテムを寄せ集めて箱に入れてくれるのめちゃめちゃセンスいいと思う。そうか。うん、って叫んでも白やん、めっちゃいいやん。下手にディオールとかそこよりもなんか白とか実用性の、まあディオールも実用性あるんだけど、なんか方が嬉しいかもしれない。いや、なんか今年を振り返ろうと思ったんやけど、マジでいろいろありすぎた。なんかね、あったっていうよりも、新しいものがなんかポン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 生まれたっていうよりも、今までめちゃめちゃ大切にしていたような人間関係だったりとか、これたけちゃんの足。あ、お前ぶつっちゃった。全然いいよ。行儀悪い。自分が絶対に一生これは貫くんだろうなみたいな思ってたものたちが意外とプツンって自分の判断で切れたりとか、大切だと思ってた人たちがなんかそういう感じでもなかったみたいなことがなんか結構あったりして、人間関係の整理をね今年とにかくめちゃめちゃしたんですよ。正直去年1年間と今年の上半期が私一番苦しくて、もちろんさ、こういう活動してるからすごいやりがいとか、常にこう YouTube とかでこうやってお話ししたり動画とか出したりとか、まあ、SNS のお仕事してる時とかは本当に楽しいんだけど、なんかそれ以外の時とかに数字で比べられちゃったりとか、言われたくないような言葉とかをね言ってくる大人とかが結構いたんですよ。人間不信みたいな感じになりかけてた時期もあったんだけど、なんかそういう人たちを私一気に、あ、もう違うかもと思って全部バサッと切ったんですよ。下半期になる前くらいかな。したら下半期からは今の私にとってすごく明るい気持ちになるような人とか、なんか今後もずっと一緒に長く付き合っていきたいなみたいな人間関係のね、すごいなんか明るい気持ちになるような人たちとの出会いが本当に増えて、急にこう企業欲とか自分で何かを作り上げたいっていう気持ちが今年の1年間ですごくこう膨れ上がってきて、来年はまあそういう部分で自分が中心になって新しい会社を作ったりとか、なんかそういう部分でちょっと広げていきたいなって思っているんですけれども、そういう思考にね下半期からなんか変わったの。整理の年から急になんか作るっていう作業にシフトチェンジしてったの、今年の下半期から。なんかこれはね自分の人生の中で初めての感覚で、そういう作業をしてってからなんかこう顔色が明るくなったとか、なんかすごく話しやすくなったとか、なんか最近みね柔らかいよねとかなんか言ってもらえるようになって、自分に必要なもの不必要なものとかやっぱ潔くねちゃんとジャッジするような力は大事なんだなってすごく感じた1年間でしたね。失うじゃなくって新しいものを得るために
に一回区切りをつけるとか、なんかそういう作業も本当大事なんだなっていう風にすごく思った1年間でした。だからね、なんかね、今一番やっぱ強いのはお仕事欲かな。この年になったらさ、27歳でさ、私もパパかパパか結婚しててるわけなんだけど、本当にびっくりするくらい私の周り結婚してないのこの動画を見てる、もし私と同じくらいの年齢か、もしくは上のね年齢の方、まあ 1,2 歳下の年齢の方がいたら、ちょっと周りを見てほしいんだけど、どうですか、結構結婚ラッシュ来てません？私さ、22,3くらいの頃に1回だけ結婚式に行ったっきり、まだ1回も結婚式あれ以降行ってないんですよねえねえ、誰が結婚するの、私の周りで一番最初にまあそんな感じで、私自身もでもなんかこれからもすごい、なんだろう、夢とかがあるから、でも今はすごいたけちゃんがすごい支えてくれてて、たけちゃんの存在がすごく大きくて、そうだよ、たけちゃんがなんかねよく言ってくれるのが、これがめちゃめちゃいい男なんですけど、えみこはこういう仕事でまあ結構こうリスクがあったりとか不安な気持ちになっちゃったりするような職業かもしれないし、まあ不安定な部分もあるかもしれないけど、えみこは何も恐れず何でもチャレンジしなよって、ただそのえみこがダメだった時に俺がいるっていう思ってくれるくらいの俺は大黒柱になるからって言われて、このね職業してたらね、そういう支えてくれるような言葉を言ってくれるってマジで本当にでかいんですよ。いつ人気が上がったり落ちたりするか分かんない職業だし、まあ、私がこれから起業するって言ってるけど、まだそんなのさ、未来に確実に成功するなんて保証もないわけじゃん。でも私はやりたいことがある、そこでなんかえみこはこの年でみたいなことを言わずに、そうやって俺が支えるからチャレンジしなって言ってくれるたけちゃんがマジですごすぎる。すごいね、成功したらもっといい S 回してなだからさ、たけちゃんさ、私に投資してるんでしょ私が女社長で例えばすごい成功するとするやん、したらな、その時にな、うん、帰ってくるもんな、タワマンに住まわして、その時はタワマン住もんな、だけどエミコ家賃半分出して言うやろ、さすがになその時はな、どっちがそんなのてか来年こそはさ、韓国行けるようになるのかな。コロナがなかなか収まらなすぎませんか。かわいい、かわいい、ワンワンくん、ワンワンくんくん、ももももももも、チャン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 、韓国に行けるようになったら韓国でも動画を出したいし、いっぱい写真も撮りたいな。あ、あとね、今この動画を撮ってるちょうど今日23万人に達成しまして、動画がありがとうございます。みんな去年のね今頃はちょうど7万人くらいだったの。でも1年で13万人、そう、違う、16万人が、やばくない、1年で16万人だってなんかこんな普通のアラサーの女をなんかみんながいいなって思ってくれて、登録までわざわざしてくれて、インスタもなんかフォロワー10万人超えて、もう本当になんか嬉しい。なんかね、私は別に数字が欲しいっていうか、まあ数字はもちろん大事なんだけど、数字にこだわってるわけじゃなくて、いいなって思ってくれる人がいて、それがまあ目に見えるのが数字じゃん。なんだけど、そういう人たちがいてくれるからこそ、私はすごい自信につながって、こういう私を受け入れてくれる人がいるんだっていう、なんかすごい自己肯定感につながってね、去年の今頃に比べてなんかすごく自信が今ついているんですよ。まあ自信がついている反面、やっぱいろいろねやっていきたい、挑戦していきたいみたいなことがやっぱ増えてきたから、その部分はすごく身が引き締まる思いの部分もめちゃめちゃあるんだけど、やっぱり去年1年間と比べて今は本当に気持ちが明るい、なんかハッピーなんですよ。とにかくそんな私をいいなって思ってくれる人もこの1年間で増えたってことだし、こうなんか街とかでね声かけてもらえる頻度とかもめちゃめちゃ高くて、地元じゃないのに嬉しいみたいな感じじゃないですか。だからもっと来年はみんなとこう会えるイベントとか、私はただなんかこうバイバイありがとう来てくれてどうもありがとうチェキチェキみたいなイベントとかじゃなくって、せっかく私はこうやって喋るし、あとみんなもこういう相談とかいっぱいしてくれるようなさ、うちらの関係性じゃん。だから実際にこうお悩み相談できたりとか、私のファンのこのオパクラの子たちってさ、本当にすごくさ団結力がすごいし、やっぱみんな似てるもの
の方があると思うのね。エミネーっていうこのエミネーみたいなコンテンツをさ、好きな女の子たちって多分普通の子では多分ないじゃん。だからそういう子たちの悩みをちょっとでも減らせられたりとか、私を通じて仲いいコミュニティができたりとかすると本当に嬉しいなって思うから、そういう場を来年は絶対に設けたいなって思います。もう本当に大きいこと言えば、私ワンちゃんバーでも出したいくらい、なんか未成年とかで女の子がめちゃくちゃ来やすい女の子のためのバーを出したいくらいあるんだな。来年は叶える、動いていくっていう年にしていかないといけないし、結局そこには今みたいなみんなとのこうやって関わりとかももっともっと濃ゆく関わっていきたいっていう気持ちもあるし、周りのこう大人とかにももちろん頼ることも大事なんだけど、頼らず自分でいろいろやれるようになりたいのね。本当にこの1年間ね、もういろんなことがあったんだけど、汚い大人たちがマジで多すぎる。東京だからとかなんかしょうがないし、こういう仕事してるからしょうがないかもしれないんだけど、なんか利益とかお金数字でやっぱ判断してその人自体を壊していくみたいな大人が本当に多いので、私はそういう大人から守る側の人間になりたい。私なんか去年に比べてもなんかいや言うことも増えてきてさ、私がさなんか前までは言えなかったこととかも、年齢かなこういうのってさ、なんかこうクレームとかさ言うのもさ結構おばちゃんとかが多かったりするやん。なんかそれくらいさ、私最近なんかこうはみたいな、こう弱い人が悪い人とかにこうつけ込まれたりすると、私がはっていうのを言いに行く機会がマジで増えたんですよ。お前誰って思うけどマジ増えたんですよ。それこそキリを守ったりとかめちゃめちゃそんなんなので、なんかこうそういうね弱者っていうか何もわからないような子たちをつけ込むような大人から私が守る側の大人になりたいです。そのためにちょっと来年からはいろいろ動いてちゃんと形にしていきたいなって思うので、まあそういうね私をぜひ皆様応援してください。これからもまあエミネーチャンネルをねどうぞよろしくお願いいたします。ということで、私来年も28歳になるんですけれども、そろそろ結婚できますかね。最近さ、イベントごととかがあるにつれてさ、じゃあ例えばクリスマス、誕生日、記念日、これ来るたび、皆さんプロポーズされました？そんなに言われるんや。されなかったですね。そっか、次クリスマスかな。クリスマスかミレさん、プロポーズされました？されなかったです。あ、事務所とか会社とかなんか行くたびみんなに聞かれんの。そうなんだ。会う人みんなに聞かれんの。ミレさんお疲れ様です。そういえばプロポーズされました。あ、されなかったです。次また来たい人、ミレさんプロポーズされました。されなかったです。これ繰り返すんですよ。私はめちゃめちゃそんな、なんか私が結婚したいみたいなタイプじゃないけど、周りがそんな感じさせてくるんだ。いや、周りの風にしとるやん。周り28歳ね、だったら多分もっとひどくなるんだ。これが父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんまで多分なってきて、キリも最近言い出した。エミリーちゃんだった。てめえらマジで。な、家族、身内な、なあこの動画見たらマジで黙って思ってる。ウケる。ウケるじゃねえんだ。ということで、まあ今日も動画を見ていただいてありがとうございました。今年の2021年最後の動画は、まあこんな感じで最後まで全然喋りまくってご飯食えなかったので、今から夜ご飯ちょっと食べていこうと思います。ということで、今年1年ね、本当に皆様お世話になりました。たくさん動画も再生していただいて、たくさんリプも送ってくれたり、コメントしてくれたり、メンションしてくれたり、もう本当にその気持ちだけで私はね、動けた。もう動画も撮る、編集する、アップする、もう企画考える、もうそのね、みんなが応援してくれるその気持ちだけで動いてこれたので、みんなのおかげだなって思ってます。来年もね、たくさんたくさんもっと頑張っていくので、ぜひ皆さんも楽しんで動画を見ていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上でございます。2022年もぜひ皆さんよろしくお願いします。皆さん良いお年を。バイバーイ。